バンクー、熊のバンクーは、住友銀行のマスコットキャラクターである。1995年に登場。熊ではあるが二足歩行をする、細身のサラリーマンというキャラクター。電通がプランニングを手掛け、プロデューサーは、当時社員であった佐藤正彦が担当。黒塗りのキャラクターデザインとしては、野良黒や坂崎千春、作画のペンギンと近いものがある。 2001年3月の住友銀行消滅まで印刷物や総合口座通帳の裏表紙にワンポイントに描かれていたりした。1998年までグッズプレゼントキャンペーンのテレビ CM が制作され関根智が声を当てた。デジタル作画による 2DCG アニメーションと人形劇による実写映像版があり、大半はバンクー自身が惨めな結末になる。 ストーリー展開だった。そのモチーフは佐藤正彦が先に手掛けていた日本電機のバザールでござると告示している。1999年度以降は不良再建の増大による広告宣伝費削減の一環によりテレビ CM は制作されなかった。2001年4月に発足した三井住友銀行では旧桜銀行のキャラクターであったドラえもんが短期間ながら承継され、 バンクーは予告なく退任となった。グッズも大量に作られ、そのネーミングも独特であった。今でもオークションサイトで取引されており、黒色、熊、企業ノベルティ、貯金箱といくつかのフックがあり、人気も高い。ラーメンお待ちどんぶり。ありがとうございます。